コルニア州オレンジ軍ら、パルマ出身のプロ野球選手、ウト右ミギ MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。2011年の MLB ドラフト10順目で、タンパベイレイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグレイズで、プロデビュー。6試合に登板して0勝1敗、防御率2.87、14奪三振を記録した。 2012年はアパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズでプレーし13試合に登板して3勝4敗防御率5.1434奪三振を記録した2013年もルーキー級プリンストンでプレーし12試合に先発登板して3勝3敗防御率2.0271奪三振を記録した2014年は AQ ボーリンググリーンホットロッツでプレーし、23試合に先発登板して7勝9敗、防御率3.46、107奪三振を記録した。2015年は AQ、シャーロット・ストーン・クラブズと AAQ、モンゴメリー・ビスケッツでプレーし、2球団合計で25試合に登板して17勝4敗、防御率1.92、159奪三振を記録した。 オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年は A 級モンゴメリーとトリプル A 級ダーラムブルーズでプレイし2球団合計で27試合に先発登板して5勝10敗、防御率3.99、157奪三振を記録した。2017年は開幕をトリプル A 級ダーラムで迎え、 6月7日にメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった同日のシカゴ・ホワイトソックス戦では先発して6.1回を1失点と高騰し、初登板初勝利を挙げた。2018年は先発3番手として迎えた。5月23日に外副車筋で60日間の故障者リストに入り、怪我前の成績は47回とに3回を投げて、 防御率5.48だった。8月1日にメジャーに復帰し、ロサンゼルス・エンゼルス戦で、リリーフとして3回と2、3回を投げ、勝ち投手となった。8月16日にトミーファムに代わって、トリプル A 級ダーラムへ降格した。9月5日に、メジャーに昇格した。レギュラーシーズンでは、初めは先発ローテーションだったものの、 外副者筋で故障者リストに入ってからは低迷したシーズンだった。17登板12先発で65回を投げ、4勝4敗、防御率5.40、50奪三振を記録した。2019年7月31日に、ヘッス・アギラルとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2020年1月10日に、ゼジョーコの加入に伴って、ディフェとなり、 21日にマイナー契約で参加の AAA 級サンアントニーをミッションズへ配属された。9月18日に自由契約となった。2020年11月23日にエンゼルスとマイナー契約を結んだ。2021年は5月のマイナーリーグ開幕から参加の AAA 級ソルトレイクビーズでプレーしていたが、6月16日に自由契約となった。 2021年6月19日にアリゾナダイヤモンドバックスとメジャー契約を結んだ。同日のロサンゼルスドジャース戦で移籍後初登板を迎えたが、クリス・テーラーに本塁打を浴びるなど自分の役目を果たせなかった。平均92.1マイルパーアワーのフォーシームを中心とし、変化球ではスライダーの割合が高く、他にはチェンジアップやカーブを投げる。 ありがとうございます。